続いてこの、はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表変し公文書の改ざんを告白しました。次に札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退。続いて民放の看板キャスター、生、そして最後、警察庁刑事局長が
突如全裸になり省内を走り回って逮捕何かおかしいかね、長谷川警部補いや、すみませんこれらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答だ。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばならん。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。うちの電車に乗るのも久しぶりだな。もうすぐ四軒茶屋か。久しぶりにあいつらとの再会だな。わが、お前もか。気持ちはわかるぞ。久々にアントニオに会えるんだからな。だぜ。なあなあ、驚いたか会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかったモルガナもね。マスターのコーヒーが冷えて。
プライズ大成功だね。まったくお前ら、にくいことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに、なんもなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。ま、ぼちぼちな。つもろい話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。笑い事じゃねえよ。やっぱ龍二は期待裏切るぜよ。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。へへ、勝った。私1個しかなかったし。まったく、相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る。もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか。ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。やさ、ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか、春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか。そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。タバは学校はどう？余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか。よかった、あなたはどこでもうまくやれそうだものね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？う、それにみんなは高3でしょ。卒業とか進路のことだって言わないで。分かってるから、今だけは忘れさせて。相変わらずだな、龍二は。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス、あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？
リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭りありだな。どうよ。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで。聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。ようこそ。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、アイすげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろう。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだが。おう、却下で。Thank you.
すみませんマスター、カレーまでご馳走になっちゃって気にすることはねえよ、再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。こちらこそです、またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つーわけで明日は渋谷ブチ校前に集合な。じゃあな、忘れんな。店の手伝いも忘れるなよ。なあなあ、おお、このベッドの感触懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよなここは。キャンプは明後日からか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています、あなたが再び運命の囚われとなったことを。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗え。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか。いずれ選択の時が訪れます。この先にはあの時と同じ、いえそれ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。
おはよう。ああ、じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジって俺もどこかはとアプリに聞きゃわかんだよな。エマ、はい、お呼びですか。あー、あれだ、あれ昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ、んだサジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、さまざまな分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。お前本当相変わらずだな。ついでだしちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。なになに、何やってんの。なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん、ヒイラギアリス。みんな、今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国。なりた、私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。お、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。
白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやーよかったぜ生アリス、やっぱ超可愛かったわ。な、芸能人マジパネ。我が輩はあんたの一筋だからな、興味ないぜ。へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。待ってるって。そういやお前カードもらえてたよな、あれって。にゃっリュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド、ただの宣伝用カードみたいだが、ん？小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね、だとさ。エマの友達キーワード、昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わ、マジか。え、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい。どうなってんだよ。考えてる暇はないようだぜ。突破するぞジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ。相手油断するなよお前ら、久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。来い。誰に言ってんだ。切り込み隊長なめんなよ。この息だスカル、我が輩たちもやるぞ。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。ジョーカー、お前の力見せてやれ。エルストラ！いいぞジョーカー、この一気に行くぞ。
まとめて肩をつけてやる。来い、いただいていく。行くぞ。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。この感覚、ここはまさか。いただいていく。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。やるじゃねえかジョーカー。敵がいるんだぞ。メークが回る。スカル、シャキッとしろ。出ろ。キリがないな。逃げるぞ二人とも。敵が一気に突っ走れ。マジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何しろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やる。よし。
しまった、待ち伏せた。あれぞ。ジョーカー、さっさと歩け。捕まえたのですが、願いは奪えず、そのまま連れてきました。願いは奪えない？何それ。おー、君、ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカー。ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろてめえ。ギャーギャーうるさいな。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしょ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー？ならいいけどよ、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。ここだ、ここ。お前は誰だ？
私はソフィア、人の良き友人だ。そう、人にとってとても良い友達という意味だ。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだ、ジョーカー。はっ、我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ、なんか妙な服着てっけど。友人？お前のか？私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか？わからない、記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって？手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。みたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか？ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ？いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口？地下から出られればいいのか？ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうする、ジョーカー。そうだな、いつシャドウに襲われてもおかしくない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからねえように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろ、ソフィア。こいつらどっから湧き上がった。いや、ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞ、お前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ？怪我とかしてねえか？問題ない。だが、なぜ襲われた？なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか？初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれ、ジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいな、お前。どうする、ジョーカー。オーケー、よろしくな、ジョーカー。
それと猫と骸骨。誰が骸骨だこら。にゃはは、骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。ジョーカー。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんの。よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。ソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもり。ってお前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。とにかく後輩たちも戦うぞ。そこか、行くぞ。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。いやそういう話じゃねえだろ。んなことよりよ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前がつ、あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。頼りにされる。じゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力。シャドウはいないみたい。気になった場所は調べてみようぜ。
何か使えるものがあるかもしれん。敵シャドウ失着。このあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。お？これだな。それ。我が輩たちは怪盗。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるものを見ろ。よし、敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。倒れろ。やるじゃねえか。よし、どこでも敵も回ってんぞ。一撃チャンスだ。まだ油断すんなよ。あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。シャドウはいねえみてえだ。行こうぜ。見つけたぞ。こういう奴らだ。ケルソナ今だ。シッハッハッギャッ撃ち抜く。行くぞ。ダルゲ一掃する。チャンスだ。
走る。倒れろ。行くぞ。よし。敵が仮面になった。敵の姿や力を仮面に封じ込め。ペルソナの力。来い、ピクシー。食らえ。招待。ピクシー。食らえ。おお、やるじゃね。今は。あのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。行くぞ。体力はこまめに回復しておこうぜ。ダメだ、気力の限界だ。近くにシャドウはいないな。研ぎ澄ませ。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ。やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待て、どうしたソフィア、何か見つけたか。こ
感じる。あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとって、お前。出口はこっちだ、ついてこい。おい、待て、ソフィア。どうなってんだよ、あいつ。とにかく、後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つうか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？たくしょうがねえな。うわ、何する？こんなとこに置いてけっかよ。わかった。ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ。せーの。